こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、4月の13日の水曜日です。今週の月曜日、この11日のですね、参議院の、決算委員会で、省庁別審査というのがありましたね。財務省についての審査日で私が質問に立ちまして、これはあの3月13日の財政金融委員会の延長線上の議論をですね、鈴木財務大臣とさせていただきました。そして、この様子はですね、私の、西田昌司チャンネルの、YouTube に上がってますから、ぜひ、見ていただきたいんですが、要は、今回の質問で明らかになったのはですね、もともと、この3月13日に私の質問で明らかになったのは、要は、国債発行というのはですね、民間銀行がお金を貸すのと同じで、無から有を作る。つまり、民間の、銀行がお金を貸すことによって、民間の、この預金残高、これ、マネーストックと言いますけれども、専門用語でね、現金と預金を足したもの、マネーストックの量が、自立として増えると。同じく、この、日銀、国債を発行して、そして財政出動すると、この信用創造と同じくですね、マネーストックが増えると。で、このことは前回まで、この日銀が認めていたわけです。で、今回もそのことを前提にしてですね、逆に、このマネーストックがじゃあ減るのは いつかというとですね、税によって召喚して国債残高を減らすと、マネーストックが減る。つまり民間から預貯金の量が減るということですよね。で、しかし、実際の国債の償還はどうやってるかというと、仮返済。つまり新しい国債を発行して古い国債と交換すると。で、こういうことをやっているんじゃないのかという、まあ、それはその通りですというふうに認めたわけですね。で、そしてさらに、日銀が、保有している国債についてはですね、この、日銀に、国債のがだいたい500兆円、今発行済みの国債が1000兆円ですから、約半分が日銀が持っているわけですけれども、国債の利払い費を払うと、結局その半分持っているのが日銀ですから、日銀に国債の利払い費が行くと。そして日銀はそこからですね、経費などを引いた残りをですね、すべて、この政府の方に納付しなければならない。そういう仕組みになってるんじゃないかというと、その通りです。こう認めたわけです。で、こうした事実を踏まえてですね、ということは、日銀の保有している国債についてはですね、利払いも、さらには償還もですね、これは借り換えで実際やってますからね、この二つともですね、財政に、国庫に全く影響を及ぼさないと。まあ、こういうことになるじゃないかと。そうすると、これはもう、国債残高に含めなくてもいいんじゃないのかと。まあ、こういう趣旨の質問をですね、鈴木財務大臣に私がしたわけです。そうすると、鈴木財務大臣がですね、自分も保守的な考え方であったけれども、一つ一つ事実を踏まえて追いかけていくと、西田先生がご指摘された、その通りだと思いますと。そういう気がしますと。まあ、事実上、国債残高は借金ではなくなったんじゃないのかといえばそうだと。まあ、こういう話をされたわけです。これ非常に画期的な答弁でしてね。私も、そこまで、期待していなかったんですが、実に鈴木大臣は、まあ、誠意のある、方で、私の議論を通じてですね、そういうことにお気づきになったんです。で、ただ、それじゃあですね、プライマリーバランス、2025年に、黒字化すると言ってるけれども、これをですね、もう、そのプライマリーバランス目標をですね、外していいんじゃないのかと。つまり、財政再建しろと言ってるけども、そもそもですね、財政再建、という形で国債残高を減らすと、結局ですね、民間のマネーストックが減るわけですから、今のこの現在の状況ではやってはまずいと。そしてですね、そもそもそのうちの半分が日銀が持ってますから、そもそも財政負担一切ないわけですね。で、そうなると、そもそも、この財政危機とかいうこと自体が事実じゃないし、そのことを踏まえて、このプライマリーバランス目標をですね、外すべきじゃないかと。
まあ、こういう話をしたわけなんですが、まあ、残念ながらそれについては鈴木大臣は、岸田内閣としてはですね、2025年プライマライズバランス黒字化というのは、今なお堅持している。これが岸田内閣の基本姿勢だと。で、ただ、財政再建と経済再生は、あるけれども、まずしなければならないのは、財政再建ではなくて経済再生。この順番を間違えてはいけない。まずは経済再生だと。まあ、これまで、ここまでは明言されたわけです。ですから、一歩前進ですけれども、まだ、全体のことが整理できてないんです。さて、ここからが今日の課題なんですけれどもね。じゃあなんで、まあ、財務省は今までですね、事実上財政問題は存在しないのに、この財政再建をしなきゃならんと。国債発行をですね、極めて、この否定的にやってきたのかということなんですよ。で、これには根拠が実はあるんです。で、それはですね、昭和、22年に、この財政法というのができたわけですね。で、この財政法で、この予算はですね、税収の範囲内でやると、まあ、そういうことが書いてあるわけです。ね。で、ですから、まあ、それ、ただし、いわゆる、公共、事業などのですね、まあ、建設国債と言われるものを除いて、これは、国債発行してはいけないというのが財政法の一番の精神なんですね。ですから、赤字国債は発行してはいけないということに法律上なっているわけです。で、なんでこの法律ができたのかというとですね、これ昭和22年ですから、あの時の、その時の状況というのは、日本が戦争に負けて、アメリカに占領されている。その時代ですよ。真っ只中です。で、そして、その時はですね、GHQ の、指導によってこの法律作られてますから、その時はまだ帝国議会でしたけれども、その議事録見てもですね、なんでやらなきゃならないというのは十分な議論実はされてないんです。ただ言われていたのは、日本はですね、戦時国債をたくさん発行して、その結果ですね、この日本は、戦後国債を出しすぎてインフレになったんだと。だから、そのインフレにならないようにするために、この国債発行、それを、制限を加えることになったんだと。まあそういうことが言われていましたが、これ後にですね、その制定されて随分後、これは鈴木大臣のお父さん、鈴木善光さんが、内閣総理大臣されていた昭和57年9月14日の、参議院の決算委員会で、こういう話がありましたね。なんで財政法4条があるのにです、が、作られたのかというとですね、過去におきまして軍事費を公債に大幅に依存をして、そして軍備を拡大し戦争へ走った。こういう苦い経験があるわけでございまして、財政法はそういう点についても厳しく歯止めをと、しなければならない。こういうことであったと思いますと。で、もっと詳しく言ってるのは昭和63年4月20日の、宮沢喜一大蔵大臣で、財政法は戦後時間の経たない時期に作られましたので、相当時間が経っておりますが、これが作られました時には戦争というものについてのお互いの反省もあり、また、敗戦国であった点もございます。結局戦争中に国債がいわば自由と言いますが、無制限に発行できるということが日本が戦争に入った大きな原因であるという反省が我々の中にもございましたし、また占領者もそういうふうに考えていたと思われますが、そういう雰囲気の中でできました。ね。ということを、述べているわけですね。つまり、この答弁を見てもわかりますように、まさに GHQ が、二度と日本に戦争させない。要するに財政の自由度をですね、この制限を加えるというのが目的だったわけです。ですから、今もですね、日本共産党や朝日新聞など、社説やホームページで書いてますけれどもね、要するに、この法律ができたのは、財政健全化、ということだけではなくてですね、軍事費を、その伸ばしてはいけないと、そういうことなんだと言ってますけれども、それまさにその通りなんですよ。そして、それはですね、はっきり言いまして、日本の財政の自由度を、制限し、要するに日本を弱体化させるための法律であったと。そして、弱体化させる法律であるけれども、その法律があるから、
ね、原則として、赤字国債ダメなんだと。で、これが、財務省が、この国債発行を、この制限を加えたがる、まあ、一つ根拠なんですね。で、しかし、そうは言うものの、この今赤字国債出してますね。で、なんで出してるかというと、現実にはですね、バブルが終わってから後、これはもう、税収が極端に減りましたからね。で、しかし、その一方で、社会保障費など必要な、予算はいると。で、そうすると、この特例公債法というのを作ったんですね。つまり、財政法4条で赤字国債は、発行できないけれども、別の法律を作って、特例公債法というのを作ってですね、毎年、この、例えば10兆円、20兆円の範囲で作るというのをですね、予算の、提示とともに、特例公債法を、毎年毎年、この更新してですね、やっていたわけです。で、しかしまあ、この更新をすることがですね、この、政権の、不安定な時代、まあ、自民党もそうでしたし、民主党が政権に移った時もそうでしたけども、非常に政権が不安定になって、特例公債法が採決されないと、予算執行できないんですね。予算が通っても、この予算が実際執行できないと。で、こういうことはもう良くないからやめようというので、特例公債法を1年1年やっていくのをやめてですね、5年とかいう形で伸ばしていくようになったと。ということなんですね。それで実は今は、2025年、そこまでですね、特例公債法の期限があって、今年も、昨年もですね、そのコロナで、この赤字国債をたくさん出しましたけれども、それできたのは特例公債法が2025年まではですね、お金、事実上、制限を加えられることがなかったからなんですね。ですから、この2025年にもう一つですね、先ほど言ったプライマリーバランスを黒字化するというのがありますけれど、まさにこれ特例公債法の期限とセットになってるわけですよ。特例公債法が2025年で切れちゃうと。で、その時まではですね、赤字国債出せるけれども、それを超えると赤字国債、今の法律は出せないんです。だから、このプライマリーバランスは黒字化というのは、まあ、ある意味で言うと、財務省のもこれは論理的にはそういう話になるということが多分言いたいんでしょう。ですから我々はですね、この、そもそも特例公債法ができた経緯、そして、それがですね、日本の弱体化のために結局使われてきたと。そして今、コロナ禍でですね、財政はもっと自由に、この、出せるようにしなきゃならないし、またロシアとウクライナ問題を見ましてもですね、国防費を増強しなければならないというのは当然の話であります。ですから今こそですね、この特例公債法自身をですね、もう作らなくてもいいように、財政法4条を変えるべきなんですね。そして同時に、そのことによってですね、いわゆる PB 目標、2025年というのもですね、廃止していく。まあそういう議論をしていかなければならないと思っています。次回、また、次は、参議院の、財政、金融委員会になろうかと思いますけど、こうした問題についても次は議論していきたいと思います。まあ、いずれにいたしましても、たくさんの方が、私の国会中継の、YouTube を見ていただいてますけれども、ぜひ、登録をしていただきまして、拡大拡散をしていただきたいと思います。多くの国民に、この財政法が作られた経緯、このことをしていただきたいと思います。今日もご覧になっていただきまして、ありがとうございました。